皆さん、買い物といえばどこですか？買い物といえば？アマゾン、イオン、イオン、マルイ、コンビニ、楽天、ネットショップ、アマゾン、楽天、ヨドバシ、セイコーマート、ジャスコ、マルイ、そうですね、ドンキホーテですね。はい。ということで、今回は理想のドンキホーテを作る、やっていきたいと思います。イオンは前ね、作ってね、めっちゃ伸びました。あとさ、これ、言ってもいいかな？いいか、言うか。別に守秘義務結んでねえし。なんかさ、俺のメールアドレスに、とあるメールが来て、まぁ、ちょっと、どことかは、ちょっとかわいそうなんで言わないけど、で、YouTube 映像使用のお願いについて、はじめまして、テレビ、という、を制作しています。です。この度突然の連絡失礼します。今回、当番組では、マインクラフトについて取り上げるのですが、マインクラフトはどういうゲームかという説明の際に、クン様の YouTube 動画、イオンモールを50人の神建築士たちが協力して作るとこうなる、マインクラフトのイオンモールの完成部分映像を5秒から10秒使用させていただくことは可能でしょうか？放送日時は、です。企画書を添付したので、です。ご協力いただけたら幸いです。お断りしますというふうに書いておきました。なんで？やだよ。なんでテレビなんかに俺と映さなきゃいけないのよ。絶対、絶対嫌だね。ご協力しません。300万くれたら考えます。よし。じゃあ、ドンキホーテ作りますか。あー、ドンキホーテっぽいやついる。こいつめっちゃおる。ドンキホーテに。こいついるくない？見たことある。こいつドンキホーテで。いっぱいいた。後ろさ、後ろさ。後ろいいね、この。アディダス。最高だね。よし、じゃあちょっと、どうしようか。どう作るか。ちょっと待って、ドンキホーテの、何店を参考にするか。店舗ちょっと考えないとな。何店にする？何が一番ドンキホーテっぽい？ドンキホーテ六本木店は多分ドンキホーテっぽくないような気がするけど。それ、名古屋、堺のドンキホーテ結構、あれだね。出てくるね。なんか、確かに、名古屋、堺のドンキは、なんかいいかも。道頓堀。でもさ、なんか駐車場欲しい感じはするような。道頓堀のドンキホーテガチガチすぎだろ。ドンキホーテ春日部店。ちょっとメガドン、ドンキホーテ春日部でググったらすごいドンキ出てきた。なんか、メガドンキって言ってなんかこう、なんか、なんていうのかな。これはドンキホーテじゃないね。まあ、とりあえず、ドンキホーテ、まあなんか駐車場とかがないから、難しいな。まあ、栄にするか。ドンキホーテ栄店をちょっと作る感じにしますか。どうする？壁のこの外装はどうする？外装とか考えないと。サイズどうする？割とでかくしてさ、内装作りたくない。内装でしょ、やっぱり。頑張りたいのは。内装が面白い方が多分ドンキホーテらしくなると思うんだ。だから内装を作るには、こう、ちょっとそれ相応のでかさが必要だから、でかさの外装は大して時間かかんないと思うんだよね、正直。こんな都市感あるやつなの？でも、栄だとこれだよ。そのドンキ綺麗すぎる。思ってるドンキじゃない。じゃあどうすんだよ。何店にするんだ一体。群馬。群馬県、太田市、飯田町のドンキ。北海道札幌市、清田区、平岡四条の、ドンキホーテ平岡店。あ、これがいいような気がする。MS のドンキが、まあ、ちょっとドンキっぽいかも。まあ、確かに。ドンキホーテ平岡店。これさ、ドンキホーテ平岡店のさ、あの、普段ご利用されてる方とかさ、だけがさ、なんかめちゃくちゃ激アツみたいな気持ちになるよね、これ。ドンキなら3階建てぐらい欲しい。いや、むずいな、これちょっとドンキの、すり合わせしないと、まずドンキの価値観が違いすぎる、各自で。俺、田舎ドンキも知ってるし、都会ドンキも知ってるけど、ちょっと違うんだよね、確かに。都会ドンキは、最上階にブランド物とエッチなもの売ってる場所があるんよ。ガラスケースに入った。わかるっしょ？都会ドンキはそうなんだよ。田舎ドンキはどうなってるのかわからん。ドンキホーテっておもちゃ屋さんじゃないの？は？何言ってんだお前。何言ってんだ？北池袋店のドンキどう？みんな。結構すり合わせるんだったら北池袋店のドンキ割とありかも。確かに、なんだろう、折衷庵って感じがする。これ。ちょっと折衷庵っぽくない？なんか北池袋のドンキ。なんとなくちょっと平均的ドンキって感じがする。まあなんか諸説あるが、ちゃんと車の駐車場もあって、みたいな。あとさ、あそこも汚いよね。大久保の方にもさ、ドンキホーテあるけど、あ、汚くない？大久保かな？新大久保かな？あそこのドンキホーテめっちゃ汚いよね、なんか。なんか買いたくない、買いたくないような感じの雰囲気出てる。なんか陳列が汚いみたいな感じの雰囲気ある。
じゃあちょっとこの北池袋店どうですかね。どう思います？ドンキホーテ北池袋店可決でいいですか？じゃあ可決でドンキホーテ北池袋店、理想のドンキホーテ作りますか。あの外で自転車売らね外でわかる自転車売りたくない？あの駐車場みたいなスペースで。あれ田舎ドンキは外で売ってんだよ、都会ドンキは売ってない。あ、そう、焼き芋、焼き芋、焼き芋売りたい。焼き芋全国区か、まさか焼き芋もしかして全国区。今から行って内装目持ってくれそう、現地に、現地まで取材に行くの。すごいな、めちゃくちゃ力入ってんだ。ドンキホーテ北池袋店を再現するためだけの企画。今ドンキホーテ北池袋店に行ったらなんかこうちょ目が合うかもしれないね、クンキッズ同士で。あ、は、まさかって、うろうろしてる陰キャいたらクンキッズ説。いや、ちょっと小さいかこれ。どうも、まだでかいよね。これの2倍ぐらい必要じゃない？しかも横に長いから実店舗こんなもんらしい。あ、え、そうなの、これ メートルで考えてるの。これ1メートルで計算した Google マップ。そうやるな、ゴリラビ。ちょっと行ってくるね、マイクロスで写真撮って貼るね。やばい。あ、じゃあちょっとそれじゃあ著作権上大丈夫だから、それをじゃあちょっと貼るわ、その動画で。え、じゃあゴリラビこれの2倍とかにする？サイズ 1.5 にするか。じゃあ 1.5 倍にしよう。おう、まあ 1.5 だったらこんなもんか。内装とか外装とかが1階部分ってどうなってるかな。なんかむずいな、これどうなってんだこれ。フロアが、アドミンくんが、行ってきてくれたそうです。あの俺がのんきにトイレ行ってる間にアドミンくんはドンキに行ってました。あの参考資料ちょっと来たんでみんなで見ましょう。近くね、早くねえかマジで命かけすぎやろ早すぎ早すぎやって。しかもちゃんと撮ってきてるちゃんと撮ってきたあ、なるほどな、なるほどな、これがこうなってんのか。あー、なるほど、なるほどな、なるほどなるほどなるほど、こうなってると。戦場カメラマンおるあ、屋台ある、ケバブ屋さんある。おい、ケバブ本当にあるぞ、ケバブ屋さんある。誰か言ってただろ、ケバブ屋あるみたいな。本当にあるぜ、ケバブ屋ある。よし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 、なるほどな、なんとなく、なんとなく把握した。1階のこうフロアの間取りみたいなの誰か貼ってなかったっけ。現在、アドミンの実況、現在1階ヤンキー3人来店、レジ横なぜか家具なんか実況放送始まってる。どういう感じになってんだ。1階は化粧品と会計があんのか。1階化粧品とかさ、そういうの多いよね。なんかあのなんだろう、うがい薬みたいなの売ってない、なんかわかる、あのつけまとか売ってるイメージなんだけど、1階に。じゃあ どうしようか、なんか入り口ってどの辺に入り口なんだこれ。ちょっともうちょっと みんなでなんとなくもどんどん作っていこう。ガラス張りみたいになってるでしょ。とりあえずガラス張りにする、ガラスにする。この下の部分は一旦ガラス張るか。でちょっと入り口とか決めたら、ちょっとこうガラス張ってくんない、1階部分で。1階ガラスになってて、外に棚みたいなのがあるのか。なんかエスカレーター横の地図みたいなの欲しくない？ちょっとアドミン頼む、エスカレーター横の地図欲しいよね。言ってることわかるでしょ、エスカレーターの横のあののが欲しい。そのマップみたいなのがあればなんとなく D12345 エスカレーターの横を調査してください。 SCP みたいな感じですかこれSCP みたいになってんの。あの棚作ってくんね、棚。なんか商品棚とかどうする、商品棚作んないと。どうしようか、何で表現するか。商品棚トラップドアで表現する。店舗に向かって左側自転車売り場1階、エスカレーターない、階段、え、か階段か、階段エスカレーターない、マジごちゃごちゃ感出すのむずいな。確かに この感じでしょ多分。貼ってるよ素材の方に。あ、ちょっと待ってね、あのしっかりなんか書いてますね。あ、ネット上にあるフロアマップとは全然違うわ。ネット上で見つけたフロアマップ全然違う。あの現地から届きました資料です。はい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 、出入り口が2つあんのか。1階と2階だけの店舗だから。あ、なるほどね。あー、なるほど、こうなってんのか。 B1 もあるってこと。 B1、 1階2階かな。はい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 、なんかちょうどいいぐらいだね。地面上げなきゃ。確かにこれさ、全体的にちょっと上げね、地面上げようぜ。
B1 作れないぞこれじゃ。全体ちょっと上げよう一回。ゴリラビいけるか、全体をちょっと上げてほしい。持ち上げます。はい、で このフロア図とちょっと微妙に相互があるからちょっと調整するか。ちょっと手止めて。はい、フロアマップを見つつ、なんか出っ張ってるよね、なんか出っ張ってない、自転車置き場、なんか自転車売り場、これって外に出てんの、それともなんか中、これどうなってる。ちょっとこだわりたいな、こだわりのドンキホーテ行きたい。日中は外に自転車を陳列。なるほどな。あ、ちょっと持ち上がったな。あとこの地面ちょっと伸ばそうか一旦。ちょっと ダート草ブロックは微妙だけど、ちょっと草ブロックちょっと伸ばしてほしいかな。でこれなんかさ、ちょっと区画なんかちょっと違うくない、なんか可能ならフロアの端から端までの距離欲しいな。バックヤードも含んだテンポの大きさになって、あ、そっか、確かにこれって多分このフロアマップと実際の建物の形って違うんだよね。多分バックヤードとかの裏口があるから、この感じじゃないんだ。なるほど、建物全体を作ってるけどマップ、その人が入れる店舗の感じじゃないのか。なるほどな。なんかちょっと潜入員から報告が入った。なんか別の参考資料を提示してくれた。はい、参考資料、こんな資料提示されてどうすればいいんだい。とりあえず何かしらのお買い物はして帰ってくると。よし、じゃあちょっと自転車から作る。この辺毒状態、毒状態いる。なんかデデレ大王にしか見えねえんだけど、毒状態微妙に違くない、それデデレ大王じゃない、これペンギン違い。毒状態これ違うよね、これちょっとデデレ大王ですよ。全部コンクリにしないこれ、外側。あ、チャリ売ってるところあるね、これがチャリ売ってる場所か。結構並べなきゃダメだな。自転車ちょっと作って並べようか。そう、俺がなんか作るものちょっとなんとなくで表記していくから、こんな感じ。自転車置き場もこんな感じだし、結構がっつりめに並ずっと並べっぱなんだな。これが多分この辺だろ、おそらくこの辺から写真撮ってんだよ多分。あ、1個下、もう1個下だね、コンクリで1個下で、でもう1個上の部分に、え、ちょっと見てなかったね。上の部分に、なんだろう、このドンキの地表面みたいなのが多分必要なんだよね。こんな感じかな、こんな感じでドンキの地表面みたいな、多分ドンキの敷地がここぐらいまでで、ちょっと出してるんだよ多分自転車のところがあるから。でここに自転車を並べる。え、それやんなくていいじゃん、こんなもんか。これでちょっとこれでちょっと建物沿い囲ってくんね、これぐらいの幅で。ちょっと広すぎるかもしれんけど、建物の幅を囲ってほしい、これで。で、ここに自転車を並べるって感じかな。自転車の、どうしようか。ちょっと自転車つけ、ラピスラズリのところが、ちょっとやるからね。ラピスラズリのところが、多分自転車売ってる場所なんだよ。ここら辺が。ここに自転車売ってる。マップによると。これか。これに自転車売ってる場所。で、入り口が、多分この辺かな。赤の羊毛のところに入り口がある。ちょっとみんなどんどん作っていくんだよ、これ。みんなもう来て作っていいよ。中内装もなんとなく再現するよ。サクサクいかないと、これ。で、道を作るから、とりあえず、棚を、ディーディーがさっき置いてた棚、なんだっけ。クォーツの階段並べるんだっけ。こんな感じで。まあ、ちょっと違うけど、とりあえずクォーツの階段並べて、そうだね、赤のマットを引くか。一旦。で、こんな感じ？ちょっとあれだな。ちょっと朝日くん、ちょっと道順朝日くん任せる。でも中みんな作っていいよ、内装作って、あと自転車置き場とかもちょっとできる限りみんなやろう。で、仕事ない人、何したらいいかわからない人は、この周りこれ囲って、このちょっと123456788マスぐらいで、ドンキの敷地のところを囲って、多分これでも全面だけでいいか。で、あとは中にいるお客さん作るとか、防具立て、暇ない人防具立てでやったりとかしてほしい。ここの正面が多分ね、バックヤードとかがあるから、実際のでかさとはちょっと違うんだけど、まあまあこんなもんか。あ、分かる、このドンキの棚でかいのすげえ分かるわ、めっちゃ分かる、このドンキの棚のでかさ。結構難しいですよこれ、ドンキホーテ完全再現。アドミンから天下コーナーの写真来てる。あ、かろうじて損害する天下コーナーってのがある。ほんとだ、ちゃんとあるね。はい、ちゃんと天下コーナーがちゃんとあるらしいです。
天下コーナーは多分場所的に何階になるんだ。 B1 かなこれは。相当難しいねこれ。え、これ入ってさすぐのさ、何言ってんのここ。ちょ、何言ってるか分かんないとこあるんだけどさ、入ってすぐのこれ何、このエヴァン、これ何、これ入り口コーン何があんのこれ。お会計があるのは分かってたんだけど、スマートフォンパーツの向かい側これ何、何言ってんのこれ。何売り場、イベントグッズ、季節限定、季節物。あーなるほど、なんかこう変えてんのか、その時期によって。ハロウィンだからハロウィングッズみたいな。あーなるほどね、展示物変えてんのか。外にもかあれ必要でしょ。外にも棚並んであるから、この辺とかも外にも棚が並んであって、でこうカゴみたいなのあるよね、このわかる、カゴ、クォーツがいいね。いやちょっと待って、多分こんな感じにして、難しいなこれ、なんか表現むずくない。やりたいことわかる。この中にタオルとか売ってるやつ、タオルとかトイレットペーパー売ってる感じ、カゴの中に。ドン・キホーテ再現むずいな。ちょっとまあ、ある程度でいこうか、ある程度でいきましょう。みんななんか外装はなんか着々と進んでるな。なんでイオンよりむずいの。だからイオンよりむずくない、はるかに。なんだろう、物の売り場のイメージがつかめなすぎてむずい。自転車売り場誰かやって頑張ってやってくれそれ。自転車なんかいい案ないか。今自転車作ってる。オッケー。これなんかさ、今日終わる気しないんだけど、これドンキー多分。ドンキホーテクラフトになる多分ちょっとの間。絶対長くかかるやつだ。てかさ、入ってすぐにさ、すぐって多分レジなんだよね。入ってすぐあるのって。だからレジをまず作んなきゃいけないから、レジ狭いよね、こういうところの。両側にレジある感じでしょ、こうやって。こんな感じかな。ちょっとごめん、これちょっとこのドンキホーテってやつ D にこれどけてほしい。これ両側レジだよ多分。壊していいよ。 OK で、まあ、あと各自なんかそれっぽく作ってほしい。もう完全再現までは狙わなくていいから、それっぽくイメージをあとは共有できて、あこれあるみたいのがあればとりあえず大丈夫。大体のこうなんかなんだろう、大体の雰囲気はつかめたと思うから。あさ、ここになんか売ってね、ここわかる、ここにさ、ここに栄養ドリンクって、なんかここに。わかる？わかるでしょ？ここの。この空間。栄養ドリンクある空間あるよね、ここ。あ、なんかコメントにガチ勢います。くんさんいるところはレジ左側だけです。なんかガチ勢いました。北池袋店ガチ勢いるんで、ちょっとガチ勢がいるにはこっち、レジないらしいです。ガチ勢一人いました。有識者おる。あ、めっちゃいいね、これ。これちょっと、もうちょっと作ろうか、これ。タコワサ01はこれ同じの、これちょっと横に作ってくれて、 DD が作ってくれたから、うん、いいね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 。なんか俺たちなんか素晴らしいものできそうな感じしない。ドンキホーテらしい、ちょっと待って、やっぱこれだな。ここに俺どうしてもあれが欲しいな、再現したいな。こうやってさ、どうやってこれあれすんの、トラップドア立てさせんの、これデバッグ棒か。いや、6つこれ。作んのむずくね。いや、でもガラスで覆われたりしてないよな。なんかちょっと売ってる。あー、まあ、そんなところかな。再現とすれば。ちょっとデバッグ棒でちょっとやってくんね、ディディ。まあ、こんなもんか。まあ、この大きさだったらこれだな。よし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 。で、あー、なんか区画分けしてくれてる。ナイス朝日。入ってすぐ右って何があるんだろう。なんか言ってたよな、入ってすぐ右。メンズインナー、あーそういう感じ。あ、てかあれか、メンズインナーがあるのか。これ多分すぐ左に、ここにも多分出入り口あるんだよ。ここにもこんな感じか。これで両側にレジがあるのか。 OK、 理解。だから果たして今までマイクラでこう北池袋店をこんなに頑張って再現しようとした人たちはいるのだろうか。
まあまあまあね、でも俺たちのドンキホ、理想のドンキホーテを作るっていうのが目標だから、完全に北池袋店じゃなくても俺たちの思うドンキホーテが大事。こうなんだろう、あれあれと一緒、ま、漫画の実写映画でこうまんまそのままを作ろうとするんじゃなくて少しだけ変えるみたいな。ただ変えすぎるとそれはその漫画じゃなくなるから、その塩梅大事。こうリスペクトしつつ、ドンキホーテ北池袋店をリスペクトしつつ、俺たちのドンキホーテを作る必要はもちろんあるんだけど、果たしてどこまでそのままにするかっていうところの線引きは大事だよ。いいねいいねいいね。自転車舞台どうなってる？自転車、デンデンさんが自転車試行錯誤してる。やばい、あのさ、自転車こだわりまくってない？なんかめちゃくちゃ自転車にかけるこだわりなんだな、そのさっきからやってるこだわりえぐいわ。大ぐだれでやる割にはワンと判断した。自転車ガチ勢、アドミンがアダルトコーナーに向かう動画貼ってる。これ大丈夫？それアダルトコーナーの動画ある？映せない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 。ペンライク購入したっぽい。やばいな、深夜1時にドンキホーテ徘徊しだすやつマジでえぐいわ。えぐすぎ。あ、上天井塞いだか、これ、ま、な中どうする？これ暗視つける？みんな、まあ暗視つけるか。あと1階と2階の間どうしよっか。な、天井そんな低いイメージなくない？ちょっと天井高ない？ドンキホーテってそんな低くないイメージあるけどな。1個が1メートルでしょ？1メートル、2メートル、3メートル、やっぱそんな高くないか。いやでも体感こんなもんか、天井。ここで貼る？あの、ワールドイート使える人、これ、天井ここで貼ってくんない？ここ。一面。あー、まあまあ、なんとなくイメージ。あー、あーなんかちょっとドンキホーテっぽい雰囲気が、なんかちょっとより強まった気がする、天井貼ったことで。この天井に迫る高めの棚みたいなさ、のがすごく良くない？これすごくいいかも。もう一段高くてもいいかも、この天井の棚。やっぱ高い棚でしょ、ドンキか、ドンキといえば。これがドンキっぽさを構成する、なんか、かなり重要な要素といっても、なんか、過言ではない気がする。どう？この感じ。もう一段高くてもいいよね。ちょっと高くて上の方の取れなくね？みたいな。芳香剤の匂いしてきた。あ、時間かけすぎ。マジで。マジですげえの作ってる。なんか、かく、こだわりすぎ。くんさん、これどこ配置しよう？ん？あー、実際ってどこだっけ、これ。実際は？実際どこにあるんだっけ？なんか、のぼりみたいなの出てるんだっけ、これ。看板ののぼりみたいなのだよね。こっちか、右斜め上あたりか。ま、でかいからな。多少でかいけど、ま、ここ配置する？芋茶。ちょっと貼っつけてみる。ここと、ここに貼るのと、あとなんか、のぼりみたいなのがあるから、なんか、なんだろう、こう、縦看板みたいな。でかい縦看板みたいなのが、ここに、ここら辺か、場所的には。ここにこう立ってて、ここになんか、ドンキホーテの、こう、キャラクターがいるんだよね。まあ、でかいけど、まあ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 。まあ、でかいけど、まあまあまあ。あ、じゃあ、こっちもあるな、この、なんかちょっと、なんかさ、イカオくんみたいな顔してない？なんか。なんか、イカオくんの顔してる。このちっちゃいのは、なんか、あれするか。まんま同じじゃなくても、ちょっとこの辺に、縦缶こっちら辺につけるか。もう、この辺に、こう、なんだろう。ドンキホーテの、この辺の上にくっつける感じにしない？わかる？ 4 マスにするか。この上にくっつける。もうちょっと上に配置してもいいかも。もうちょっと上に配置して、うん。もうドンキっすね、もう完全に。もう完全にドンキホーテになった、もう。外観も完成されてない、だいぶ。あと、激安の電動ってやつ上にくっつけない。これは激安の電動ですわ。いいね。素晴らしい。あとなんだろう。ちょっとこだわりポイント。ちょっと陳列棚を。焼き芋どの辺ですか？え？なんか焼き芋ってさ、え？どうだろう。このドンキは焼き芋がないのかな？なんか入り口のさ、なんか、レジの近くにあるよね。レジの、なんか、この辺とかじゃない？それこそ。このレジの向かいとか、じゃない？あ、あんのが焼き芋。地下1階。あ、でもちょっと焼き芋はちょっとレジ前に持っていきたいね。
ちょっとそここだわりたいね。俺たちの理想のドンキホーテだったから一応。くんさん、これが生産性を重視した自転車の結論。で、デデだったこれ。おい、サボって、おい、デンデに TP したとしたらサボってるバカのバカ3人組出てきたんだけど、もう。バカ3人組いる。もう仕事しろ。結論出た？あー、まあ、確かに結論かも。これ、でもこれ最高。え、これってさ、コピーできないでしょ、これ多分。これってコピーできないよね、バルデリで。難しい。それがあれば最高なんだけどな。棒歌でコピーできないけど、なんとかしてコピーして持ってきたよな。めっちゃいいよねこれ、自転車。これ並んでたらマジ熱いね。でも一応こっちはカラーリングもある。まあ確かに。ちょっとこれでかすぎ。横これは なんかもうちょっとここなんとかなりそうだね。手前なんかできそうだけど、エンドロットにするとかは。あー、これがいい気がする。むずいな。これ上がむずい。あー、まあまあまあ、言いたいことは分かるって感じ。なんか不思議な空間が。何これ、なんだ、ニッショこれ。ストラクチャーブロック。なんかニッショが持ってきたぞ。なんか来た。やれんのか、ニッショ。まさか。え、できるの？ほう。ニシトンやれるのか。作業してる、頑張って。ちょっと見守るか。みんなが固唾を飲んで見守ってる。おお、できた。わあ、さすが。いいね。すげえ。バトルシップで古い戦艦操縦し始める老兵。ちょっと大変かもしれんが、ちょっとにしてここに並べてくれたらすげえありがたい。ちょっとそれできるのかちょっとわからんが。よし、よくやった、にしと。ワードもナイス。原型作れた。完成したら写真撮るからそれまで寝てる。完成したら起こして、ふざけんな。おー、なんか芋ある。え、こだわりすぎ MS。 お、棒蓋でね、芋、焼き芋作ってる。こだわりすぎでしょこれ。めっちゃこだわっとる。理想のドン・キホーテ作りは続く。俺たちのこの辺とかも作りたいよな。なんかこんな、なんか外見えてなくない？なんか埋まってるよね、ドン・キホーテ。こんな感じで、こんな感じじゃない？多分ちょっと色はなんか後でやるとしても、だいたいこんな感じだよね。なんか埋まってるよね。なんかそんな、なんか外が見える感じしないけど、どう思う？壁沿いに棚並べてあるよね。すごい閉塞感があるんだよ、ドンキって。だから閉鎖感があるのはそういうことじゃないかな。で、マップ的にはメンズインナー、非常口、カバン。あー、なるほど。ここが、これバックヤードにしたいのか。こう入って入り口こうあって、ここになんかいろんなイベント用で、こうあってここにカバンとかか。あー、なんかスーツケースな並べたりしてる感じ。もしかしてスーツケース作る。スーツケースいっぱい売ってない、ドンキって。わかる？超スーツケースたくさんあるイメージ。なんかスーツケースっぽくない？ちょっと簡単に作ったスーツケースどう？ダメかな？カバンっぽく見えない。だいたいこんな感じじゃないかなみたいな。スーツケースゾーンの写真もう上がってる。スーツケースゾーンはどれだ？あ、これか。なんかもう予想通りって感じのなんか見かけだな。ちょっと見せます皆さん。これすごいね。これかつての彫刻モッド入れたら無敵じゃね？あ、なるほど。完成しなくなる、それ。いや、朝日、ここはこだわらんか、俺たちのドンキホーテのために。朝日、どうよ。8分の1まで、ドンキクラフトシャープ20。はい、こんにちは、くんです。ということで、今回はね、スーツケースコーナーをね、作っていきたいと思います。ということで、作っていきます。1時間後。はい、ということでね、スーツケースコーナーのスーツケースを一つなんとか作ることができたので、これをみんなで増やしていきます。2時間後。なんとかスーツケースコーナーが終わりました。じゃあ明日はね、ここの上りとかも作っていけたらいいなと思います。はい、くんでした。バイバイ。俺、個人様で同じことやってもう1年半経ってる。え？朝日、お前、ドンキホーテ、もしかして少女じゃないの？ドンキ経験者？お前、まさか、まさかお前、
ドンキじゃないけど、あ、似たようななんか店舗みたいなの作ろうとしてなんかやばいことになってんのか。いろんな建物でやばいことになってる。どうする？で、どこまでこだわる？みんな。まあできる範囲でやるか。でも正直防具立てよりも、防具立てよりも簡単かもよ。でも防具立てでいろいろ作るよりも、別にまあそんななんか大変かな。とりあえずできる範囲で今やってみるか。とりあえずできる範囲で今作ってみて、ちょっと次パートで、次パートというか重くなりそう。まあ確かにできる範囲でやって、できないところは、どうしてもできないなってところはそれでやろう。よし、じゃあとりあえずできる範囲でやろう。大枠決めて、でディティールにこだわりたかったら、まあ、天下売り場だけリアルにするとか、いろいろできるからね。余地はある。いや、まあなんか こういう風なやるぐらいだったら、なんかさ、彫刻持ったのが楽そうじゃない？これやるだったら。まあ大変じゃん、結構この防具立てで作るのも。これなんかこれするんだったら、なんか全然楽だよね、そっちの方が。逆にだから、まあできる範囲でこうちょっとやって、次のこう明日、多分これ今日絶対終わんないから、明日やるときにこれを彫刻モッドのサーバーに移して続ければいいんじゃない？なんか細かいところのディティールはそれでやるみたいな。例えばドンキのこれのキャラの 目だけそれで作るとか、それはありだと思うけどね。それでいきますか。あのクリボーがさ、棚作ってくれたから、この棚をさ、同じ感じでさ、なんかこうコピーして増やしてほしいかも、いろんなところに。狭くてこうちょっと圧迫感のある感じ。なんかさ、ドンキといえばさ、こういう感じのさ、なんて言うんだろう、こう裏側も棚になってて、真ん中にも棚があって、こうめっちゃ人とすれ違う時にめっちゃ困る感じの構造みたいな。なんか分かるかな、この感じ。俺の中のドンキこんな感じなんだけど、この真ん中に、そう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 、このなんか分かるでしょ、この角分かる、この角、ドンキホーテの角だよね、これめっちゃこの感じ、このヒュッてこう入ってってみたいな。ここ分かる、ここ分かるよな。この斜めはドンキホーテの斜めです。ドンキホーテでしかあんまり見ないやつ。こう理路整然としてないんだよね、並びが。押し込みましたみたいな。もう帰ってもいいか。大丈夫です、帰還してください。アトミンさん、資料ありがとう。一気ぶりに天下の肌作った。どれだ、うわー、いいね、ここいい。やっぱやるからにはちょっと頑張りたいな。あー、でもなんか この感じいいね。このなんかスーツケース売り場のこの雑多な感じ、これすげえいいかも。駐車場あるタイプのドンキなの？2階から上が立体駐車場。あ、そうなんだ。あー、なるほど、そういう感じの構造になってんのね。駐車場今から見に行くらしい。見に行ってくれ見に行ってくれるらしいです、アドミン調査隊が。調査官すごいな。ありがたい、戦場カメラマン。ドンキクラフトが始まったな。あ、でもなんかいい感じじゃない？いい感じにドンキホーテ感はなんか出てきてるよ。なんかこのなんか圧迫する棚があれば、棚とあとごちゃごちゃした展示が一番大事だから、いいねいいね。なんか今にもドンキホーテの音楽がなんか流れてきそう。あー、この通り最高。どんどんどんドンキドンキホーテ、なんでも揃って便利なお店。最高、最高すぎる、最高すぎだな。くんさん来て、俺のこだわりポイント。もうこんなこだわりやってる。おい、これ誰がこれ見るんだよ、このさ、室外機みたいな。まあ、大事だね、まあ、室外機。え、これちょっと待って、本物、もしかして Google マップで見たのか、これ上から。あ、上から Google マップで見てる。皆さん、Google マップで北池袋店の衛星写真見てください。もう妥協は許されなくなりました。完全にこだわってる、これ。そのままだわ。そのままだね。すごすぎる。外装今、Google Earth 見ながら作ってます。再現ガチ建築税。もういいね。おー、すごい、もうやばい、外装はやばいぞ。これはドンキ、これ完全にドンキホーテだ。これは完全にドンキ。素晴らしすぎる。いいね。これドンキホーテ公式の人、これちょっとここまで努力したんだから認めてほしいよな。さすがにイオン公式は無理かもしれないけど、ドンキホーテだったら公式に反応してほしいぐらいだ。
プロモーションこの動画はプロモーションを含みます、含みません。外見のクオリティ高すぎ。いや俺めっちゃ思ったのがこの前にこれ久しこれ出したやつ誰、これ天才、これ天才、これ出したやつ誰だ、この前にこう突き出したやつ、この赤のやつ、こいつ天才。俺今この入る瞬間ドンキホーテを思い出した、この前に突き出してる少しこのちょっと狭い感じ、これ天才だ。メタもお前天才だわ。これ突き出したことによってドンキっぽさが、新大久保のドンキっぽさめちゃくちゃ増した。なんかこれ凄まじいドンキっぽさ出た、この感じ、これこの上の圧迫、そしてあ、でもこれもうちょっとさ、このガラスさ、多分のガラスじゃなくてちょっと曇らせた方がぽいかも、薄灰色にした方がぽいかもな。これの方がぽくない、薄灰色に変えね、これ薄灰色のがぽくないか、こっちの方が多分いいと思うで、灰色と黒と比べてみるか、黒は完全にスモークガラスが違う、灰色はなんか灰色の方がなんか汚くてドンキっぽい気がする。このなんかちょっとすす汚れた感じでちょっとドンキっぽくない、なんかこっちの方がドンキっぽい気がするな。真っ白とかはないよね、多分白っぽくはない、白の色付きはこうなる。え、どっちだと思うこれ、これ白の色付き、なんかちょっと神聖すぎん、白の色付き、やっぱ薄灰か、薄灰っぽい、薄灰か灰色か、薄灰と灰色混ぜる、なんか汚れさせてみたいな、ちょっと混ぜたら変だな、それ薄灰かな、薄灰にしますか、折衷は薄灰でちょっといきましょう。このガラスは、ガラスすいません、ちょっとできる人薄灰にしといてくださいね、これ何カート置き場、おお、いいクリボー、いい、この圧迫感いいね、素晴らしい。あのさ、さっきも言ったけどさ、こういうところでさ、人が見てたりするとさ、なんかこう、あ、すいませんみたいな感じになるんだよ、この、あ、ちょっといいっすかみたいな、ちょっと、あ、ちょっと通っていいかな、なんか、ちょっと治安悪そうな人だとなんかちょっと嫌なんだよな、通りますよみたいな、そう、ちょっとクリボちょっと来てよ、こっち、クリボ来て、こっち、後ろ見て、クリボここ立ってて、こっち、こういう時ちょっと困んない？こういう時に、ここクリボがこの商品見てる感じ、こういう時に、あ、どうしよう。こうやって見に行く俺わかる、あ、MS も一緒か、わかるっしょ、このなんか、あ、やばみたいな、あのドンキあるある迂回、無駄に他の商品を見ながら目的地まで迂回、おー、いいですね、ちょっとこの感じでちょっと増やしていこう。朝日、その垂れ幕めっちゃいい、その垂れ幕マジ神。あのさ、ドンキっぽいところってでもやっぱドンキって偉大だなって気がするのが、なんかこうドンキっぽいところってなんか結構あれってなんか中国人とか観光で来るじゃん、あんまないんじゃないかな、 こんな規模の、こんなに何でもガチであって、しかもある程度安いみたいなのってなんかあんまりない気がする。こんなになんかこう何でもあってドンキで絶対生活賄えるじゃん、なんか全部ドンキでなんとかなるじゃん、あんまないと思うな、こういうお店。中国とか観光で来るもんね、中国人とかドンキに。あれ、これドンキの凄さが分かるかもね、免税だからみたいな。あー、ちょっと一旦ちょっと今日こんなもんにするか、ちょっとあとなんかやりたい人、あと放置しというか任せるか、作っていいから、これ建築進めてていいから。短時間が経ちました。おー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 おおおお、自転車いっぱい止まってる、うん、まあまあ外装はいいね。おわ、このあかん、あー、やばい、立体駐車場立体駐車場ができようとしてる。もしかしてこれ、まさかこの音色は、うん、あー、よさげだ。え、まさかこれマネキン、これマネキン作ろうとしてる、これいいね、なんかあるよね、ドンキマネキン。
電子機器スマホこれやべえ、おいこれたおい作ったやつ誰だ、これ天才おるぞ、これ天才だろお前、一応天才おる、これ天才やわ、発想の勝利。あ、フロアマップ最高だな。よし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 。あ、で地下も作ってると。地下はちょっとまただな。また明日だなこれは。うわめっちゃいい。めっちゃドンキだ。フロアマップはディディが頑張ってました。これは最高だわ。いいね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 。素晴らしい。うわーこのぐちゃぐちゃ感。めっちゃいい。素晴らしいね。あとはまあちょっと残りの部分はちょっと作るか。入り口のツタいいな、わかるツタ、あの謎の植物、謎の植栽みたいなやつねあるある、この謎の植栽あるわこれさこれさこれさ、フロアマップって1階と B1 しかないのか、2階ないのか、これ2階があれか、1階と B1 だけなのか、2階層、2階層なのか、2階は存在しないのね、2階は駐車場みたいな感じか。あエレベーターマジいいね、すごい、これちょっとディティールこだわりまくってる、これちょっとまた 見ないとな、これしっかり、多分 B1 があれです、あれでしょ、なんかちょっとスーパーっぽくなってるやつでしょ多分、ちょっとみんなでもう片っ端からやっていこう、明日最高のドンキ作るぞ、モチベ上がってきたわ、完全にドンキホーテだった、完全にドンキホーテということで、だいぶ済みましたよ。ミュージックストップ、時差あり。ミュージックスタート。え、マジ？マジ？ドンドンドン、ドンキー、ドンキー、モーテン。おい、ちょっと待って、チェイサホールなんか！おい、おる！知ってる！あ、これ、1円玉レジ使ってもいいですか？この、ここの1円玉。なんか使っていいフリー1円玉あるよね、ここ。うわ、やべえ！じゃ、4円まで使えますみたいな。いや、これ、チルノスタッフの感じいいな、この。チルノとイニっての結構解釈通りなんだけど。うわぁ。あのさ、あの各地でさ鳴ってんのがさちょっとぽくない？あのなんか音楽の変わり目みたいなのがあって重なってる部分が微妙にあるんで、なんかちょっと好きなんだけど今の。わかるかな？このなんか音楽のちょっと変わり目、なんかスピーカーの位置の変わり目みたいなのにちょっと被ってるみたいな。おお、いいねー。作業中ずっと頭流れておかしくなりそうになった。これ何これ？これ何表してんの？これは一体こういう棚みたいな表現。テレビ？あーあーこれわかる、このとなんかこのわかる、このあのさ寝具売ってるところだ、重なって売ってる感じ、このめっちゃわかる、これ僕作った、最高だ。これ何売り場、ここおもちゃ売り場みたいな感じ、これな、うおーいいね、これ、あわかる、ここなんかダルンダルになってそうなさシャツ売ってる感じ、あのシャツ誰が買うんだろうね、旅行先で買うとかは俺やったことあるけど、なんか これはないなあ、これはあれか、あのバックヤードか、音楽全部3箇所配置して、店内全部カバーしてます、すげえな、年間1230万本、10人に1人が食べているドンキホーテの焼き芋。そんな売れてんの？めちゃくちゃ売れてない？すごいね。1000本も食べてんの？焼き芋は本来地下だけど、ちょっとまあ、結構近いところ多いから、あのこれ好き。この、エナドリ最高。陳列してんの。電子機器、スマホ。これな、何よりはな、ここ。なんかちょっとここだけなんかあれだな、売り場確認しないとな、あー自転車売り場
店舗の中にも自転車置いてほしいです。だって自転車売り場用レジ。うわあ、あ、この上に突っ込んでる感じ、このこれ知ってる、この上に突っ込む感じ、上に上げて、いいねー、すっごいいいね、あり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 、すごいわ、俺たちなんかとんでもねえもの作っちまったんじゃないか。なんかパーキング P って書いてある。あ、ここから入るのね。あ、なるほどなるほどなるほど。こっち駐車場入り口、建物2階より上は駐車場。あー、こっから入るわけだ。あ、なんか入ってる。わけわかんないけど、一人乗りのすげえ、どういう車なのそれ。なるほどね、いいねいいね。あのさ、なんか偽物みたいなのいるけど、これ何、どうやってし、ど、何に使うの、このこれドン・キホーテの風車、風車見てんの、何これ。わがはドン・キホーテ、地域の治安と、いまいましい土器を生産するペンギンの巨人を我が成敗してくれよう。わ、すげえ、ちゃんとドン・キホーテの元ネタだ。あの、皆さん知ってますか、ドン・キホーテの元ネタ。風車をなんかこう悪魔だと思って、ドン・キホーテっていうやつが、サンチョっていう、これ多分サンチョだな、この0321、サンチョっていう鉄車と一緒に突撃していくみたいな、すげえバカな、まあ、喜劇みたいな感じなんですけど、それがドン・キホーテの元ネタです。なんだっけ、なんか それのドン・キホーテから撮ってる部分ってあるんだっけ。なんか無謀なことをするみたいな感じのイメージのやつなんだっけ。いや、アホっぽいじゃなくて、アホな話だよ。そのドン・キホーテっていうアホなやつがアホなことをする話だよ。喜劇喜劇、そうそう、あ、アホな話だから、別にアホだと思って当然だし、アホだよ。このマップ見ながら行きますね、これ。会計、あ、こういう感じか。こっちメンズインナー、あ、なんだこれ、ね、わあ、うわあ、こっちがメンズインナーですね。で、レディースのこの衣服がここで、ここレディースの衣服だね。で、こうカジュアル服がここで、まあ、この辺作ってないのか、この辺ちょっと作りたいね。こうスポーツ衣料とこのスーツケースがこの辺なんだけど、この辺みんなこのスーツケース売り場が欲しいかも。あー、ごめん、画面に映ってなかった、失礼。これちょっとこれすごくない、このマップで。ここから階段か。あー、なるほど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 、了解。ちょ全員ちょっとこのスーツケース売り場ちょっと拡大するよ。ちょっと集まって集まって、ここ作ってください、スーツケース売り場と、あのこの階段ちょっと作れる人いるかな。 DD 行ける階段、ここか階段で上に、ん、これなんか階段どこに繋がってんの、これ上に向かう階段なのか、これは下に向かう階段、これ確認しますよ。1階への階段、あー、なるほど。じゃあ1B1 への階段ってことか。はい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 。OKOK。地下にじゃあ行けばいいのね、こうやって。ここをちょっと破壊する？あー、なんかできてる。なんか準備できてる。おい、ちょっと待って。なんか、これちょっとなんか、構造ミスってるぞ。おい。もうちょっと広くしないと、ここ。B1 部分が、こうなってるのか。ちょっとDDうまいこと繋げといてほしいかも。OK。ちょっとDDがつなげると、あー、で1階いい部分をちょっとまずはクリアして、一気にみんなで B1 やるか。1階部分、入って右奥のスーツケース売り場の方をちょっとやってほしいです。だいぶ空いてるところもあるんで、この辺ちょっと並べて、てか こうしてもいいよね、これ。なんかここまでバックヤードだから、この辺までバックヤードってことにすれば、そう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 、作るのもちょっと楽だし。よしよしよし、これで、おお、よし。で、はい、皆さん、ここら辺ずっと全部作ってください、これ。なんでもいいから適当に置いてほしい。OKOK、置きまくって、置きまくって。近くにある構造をそのまま持ってきてもいいし、置かせます。あー、いいですね、いいですね。こういう感じのこの作り方。なんか、ここっぽくてよくないですか、この。ドン・キホーテの理不尽なところ、こうなんか選んでたら、ああ、こういうなんかようわからん移動させられない、なんかドン・キホーテって謎の移動、こう言ってて、こうなんかこう見てたら、グイ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 
なかなかドン・キホーテしかないと思います、この移動。もうなんか理路整然と成立してない。イニシャル D のカーブみたいな。おいいね、いいね、いいね。よしよしよし。よしよし。いいぞ、いいぞ。適当にやっちまえ。適当、ガサツに置けばドンキっぽくなる。あと、上のツタ。天才。上のツタ垂らしたやつ。なんか、賞あげるわ、これ。誰だ、これ。上のツタ垂らしたやつ。こいつ、天才。ドンキ感めっちゃ増しとる。若干成長してきてるから勝ってね。上のツタ100点です。よし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 。今のドンキってよくやる、この行動。こっちにこう抜けたいから、こっち行こうかなと思ったら、ああ、そう、ここ商品あるのか、みたいな。これ今の、まさに今の俺のムーブ、これドンキのムーブです。ドンキ歩きしてる。何やってんだ、お前ら。陳列なのに座ってるやついる。これ何使おうとしてんだ、MS、これ。ここなんだ？これ何売り場、これ。なんか草みたいなの塗ってね。大麻の形の芳香剤すごいな、めちゃくちゃ、もうめちゃくちゃこだわりあるね。こだわり武器よく買う。解釈通り、ありえぬ、ありえぬさん解釈通りですね。多分誰も買わないっすね、多分。ありえぬ用のものだよ、もはや。もうそれ、あとここだな、自転車置き場の中。この自転車の対応って、これ誰がやってくれてる。え、かっこいいじゃん、あれ。いや、まあ、はい。うるるつけてたよ。ウルンルー車にある。あ、うん、なるほどね。あ、アリエヌとウルンルー、なるほどな。ね、どうする、これ。ここの自転車らへん、自転車のコピーって誰かできる人いる？いないのか、今日できるやつ。まさか西人がいないからコピーできない感じ、これ。自転車売り場は、じゃあちょっとまた別途で作るか。マイク、お前は商品じゃないぞ。場所だけ作って後でコピーしてもらうしか。まあそうだね。ちょっと高度に技術的なことがいるところはちょっと放置して、他できる範囲でやっていこうか。あとは、お店の次、みんな一番奥に集合してほしい。奥、最奥部分のところ、棚をとりあえず出せる。この辺、棚をさ、こう作って入り組ませてほしいんだよね。あと、こう、ちゃんと道ができてないから、道もちょっと考えてほしい。で、あとは入り組ませれば、入り組ませてドンキ感出しましょう。これ、ここ危なくない？階段こんなやばいことになってる？階段これなんか、こんな見てたら、ふんふん、バーンみたいな、こんな階段なくないこれ。なんかここどういう構造になってるかちょっとわかんないけど、こんな風にはなってないと思うで、ね、どういう感じになってるんだ、ここ。あー、なるほどね。こっちに入れないようにそもそもなってると、こんな感じかな、じゃあ。陳列の仕方的には。こういう陳列になるのかな。ここ確か上空いてる。あ、そうなんだ。あ、さすが確認しとるな。こんな感じで、じゃあ、なんか行けないようにしとくか。あと、ここは多分、なんか封鎖しといた方がいい気がする。こんな感じで。絶対ここ、ドキュンがここに乗って遊ぶよ、これ。これ、ドキュンここで遊びそうじゃない？田舎のドキュン。デキン食らうやつじゃん。ちょっとみんなのやる気が上がるように、ちょっとミュージックスタートしとくわ。止まったぞ。おかしいな。頭おかしくなる。おおなんかちょっといいね、それも。いいね。よし。じゃあ、ちょっと、奥の方みんなだいぶできたから、ちょっと地下1の方行ってみるか。B1 の方ちょっと行きますか。地下って何があるの？地下なんですけど、地下は、食品売り場なんですよね、基本的に。あ、なんかちょっと地面の位置がちょっと変わったらしいんで、地面作ってください、まずは。これさ、多分だけどさ、DT、この、マップみたいなのさ、ここにも貼ったわよくね。なんか、こういうとこって階段のそばにない？なんかマップ。階段降りるところにさ、ここ、一回何々売り場みたいなのこう書いてない？ここ。この真正面に多分ある感じだよね、これ。横かな？真正面かな？多分ここにありそうじゃない？なんか。この、踊り場のところみたいな。あと、ここか。ちょっと B1 結構頑張んないとな。はい、ということで、だいぶ B1 が終わったので、ちょっと、見ていきましょう。ちょっと作るところはね、
さすがにちょっと動画にできるレベルのなんか作業じゃなかったんで、こっからまず B1 に降りていくと、ちょっとマップを見ながらにしますか。マップちょっと右上に表示させながらにしますか。降りてきたら、ここになんか結構こう開けてるっぽいんだね、ここ。これ開けてて、カート置き場。サービスカウンターある。まあいいね、いいね。これサービスカウンターがあるんだね。まあ実際あるよね。で、ここが、無料配送サービスを行っているのは5000以上お買い上げ対象。で、男子トイレと女子トイレがあって、で、こっちにドリンク系が売ってるんだね、ここら辺。はい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 。で、お菓子もこの辺に売ってて、まあ食料品とかが売ってると。で、精肉エリアとかもあるから、まあ、この辺だね。これ精肉エリア。で、ああ、これ緑で表してる。これはあの野菜とかですね。野菜を売ってる場所。で、こう食料品だね。おー、なんかもうめちゃくちゃうまくないね。この辺お酒売ってる場所か。で、お酒売ってる場所があって、この辺ペット用品があって、で、こっちに階段があるんだね。で、ここエレベーターがあると。で、インテリアが、この辺。セールス、セール、セール。で、季節用の寝具とかが売ってて、で、日用雑貨、あ、これ寝具が売ってるんだね、これ。売ってる、売ってる、こういうところ。で、まあ、そんな感じか、大体。ちなみに、前はここに無料マッサージチェアが置いてあった、土日は順番待ちありだそうです。すごいな。すさまじいね。お会計ちゃんとあるかな？お会計。会計は？あー、こう会計か。あー、なるほど。こう四角くなってるところある、これ。会計。わ、ちょっと、イーリンがやってる。どうした、どうした？ちゃんとトイレも？しっかりあると。ナプキンの回収受けたまっております。窓口の女性職員におかけく、声をおかけください。綺麗に使ってくれてありがとうございます。ナプキンサービスございます。ナプキンサービスって何？何ナプキンサービスって。こっちはナプキンサービスございます。え、あるの？え、あんの？これ本当？本当にあんの？マジ？え、知らんやった。え、エアプだわ。え、下沢発案のネタじゃないの？え、下沢発案の俺ネタかと思った。MS が回収すんのかなみたいな。マジか。回収は嘘。まあまあ確かに。だってナプキン回収はなんか意味わかんないもんな。何回収って何みたいな。エアプじゃなかったら犯罪だろ。確かに。確かになんかおかしくない？サービスはあるんだ。サービス使ったことないね。俺は。今度使ってみるか、じゃあ。経験、何事も経験よ。いいね、いいね、いいね、いいね。ちょっとほとんどなんかもう作り上げられてきたね。ちょっと、だいぶ作れる。だいぶ作れてる。あと、ここだな。ここに自転車置き場さえできれば、あとはもうほぼほぼ、いや、これやばくない？これ、クオリティやばくない？これ。かつてここまでドンキホーテに熱い思いをかけた奴はいるだろうか？多分いないぞ。これは。完全にドンキホーテ。ドンキホーテに熱い情熱注ぎすぎ。ちなみに、今日11時から始めて、深夜の23時ぐらいから始めて、今2時50分です。ずっと作ってました。やばすぎ。じゃあちょっと仕上げをして、仕上げをしますか。いいね。あ、ほんとドンキホーテな感じがしてきた。これはクオリティ高い。このドンキホーテ、これドンキホーテ工場戦したくない？ドンキホーテ工場戦。あの、食品売り場コーナー VS、メンズインナーコーナーやろうぜ。普通に迷子になりそう、これ。結構複雑だから構造が。遮蔽めっちゃ多いしな。これはちょっと遊べるね。ドンキホーテのなんかこれ、なんか遊び考えれるくない？ここ使った。ドンキホーテかくれんぼ、ドンキホーテ工場戦、ドンキホーテ宝探し、ドンキホーテ鬼ごっこ、なんでもできるね。いい傑作ができたわ。ちょっと まだもうちょっと待つ。ドンキホーテが、完成しました。ミュージック、スタート。なんかさ、ずれてね？おい、ちょっとずれてる、ずれてる、ずれてる。立体音響で、できたところなんですけど、この自転車売り場がここかな。あー、ちゃんと自転車、いいね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 、あり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 ということで、うん、
いいね。もうちょっとこの辺も自転車ある気もするが、まあよし、よかったね、できて。なんかもうガチで本当に本当にドンキホーテなんだけど、夜にしたらそれっぽくなるかも。あー、夜にしてみる？ちょっと夜にしてもらっていいですか。ただのドンキホーテでも迷うんよこれ、クソ迷う、いけね。おお、いいね、ドンキだ、完全にドンキ。ちょっと外出るか。おお、最高。くんさん来て、こだわりポイント。ん？何これ？え、どういうこと？屋上の雨水の汚れを再現しました。ちょ、ふざけてるだろ。こんな、マジ？屋上の雨水の汚れまで再現されてんの？どう喜べばいいんだ、これ。これが、あ、これエレベーターね、これ。はい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 。おー！立体駐車場。ん？どうやって降りるんだこれ。すぐぐるって降りるタイプか。これなんかちょっと狭いな。おお、なるほどね、なるほどね。あー、いいね。あー、いいっすね。いいですね。なんかいる。なんかカーブミラー、やばいやばい、カーブミラー違った。あのサイドミラーめっちゃいい、めっちゃいいね、この車。めっちゃミラーこだわってない、なんか。やばい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 。これは再現度高い、この車。いいね。ここでかくれんぼとか甲状腺とか擦り切れるまで企画やりたい。まあ、銃撃戦ちゃう？多分やるなら面白そうなの。銃撃戦すると銃モッドのサーバー行かなきゃいけないもんな。実はですね、それプラグインでできるようになるんですよ。何が？銃モッドが？ドンキで銃撃戦できるってこと？ということで皆さん、ドンキを使って何かしてほしい企画をね、どしどし、コメント欄に書いていってください。多分みんながコメントを書いた時には、もうすでに企画をされてて、あまりコメントの意味はないと思いますが、コメントで書いて、自分の提案した企画、くんさんが採用してもらったという気分だけね、浸ってみてください。ということで、GG、バイバイ。